おはようございます、す塾の久保です今回はですね、ミスターマイアミさんではなくて、西アクラソンの山根さんに、えー、アンサー動画をお送りしようかと思います。えー、今回はですね、えー、YouTube 発信、ええー、もんじゃでーっていうね、タイトルに、 対ししてのアンサー動画になりりまますすすけどもあのお話したいいことははつつあります1つはですね、いや,やねさんねやっぱり SNS 通じていろんな方との関わり本当に楽しまれてますよね。そしてねやっぱり再生数もそんなにね何百何千とあるわけではないですけども確実に一つ一つの再生数に思いが込められてるってことを感じると思うんですよ。そうなんですよねあの YouTube に限らずなんですけどもあの発信した瞬間にファンってできるんですよ。で、まあ、ですんでね 一人でもいいんで、一人のファンに向けてでもいいんで、ぜひね、あの他の方も YouTube 発信なりね、ブログの発信とか始めてほしいなと思います。必ず自分の第一歩を見てくれる人がいますし、その自分の第一歩にね、ついてきてくれる人がいるんですよ。ね、山根さんそういうふうに思いますよね。そしてもう一つなんですけども、SNS について山根さんすごくいいこと言われてましたね。SNS ってね、どういうことかっていうと、 うんまあ、山根さんの発言に関しては山根さんの動画を見ていただきたいんですけども私から総括するに SNS ってですね自分がどんな人間かってことが全て反映されるんですよ自分の発信によって人人ががどんなですからあっすごくいい人に囲まれてるな SNS っていいなというふうに感じたということはそれが自分の姿なんだというふうに感じてもらっていいかと思うんですよで反面ちょっと怖いところはですね あのクレームをつける人とかねケチをつける人とか嫌な人が SNS で寄ってくるってことは自分がそういう発信をしてるってことなんですよね、まあ、ですんで詐欺話が来るとかね変な人が来るってことは自分の発信を見直した方がいいのかなということころでございますこれもだから即軸ででうところの自己否定論なんですよね、うん、だから誰かが悪いんじゃなくてその誰かを呼びつけてるのがもしかしたら自分なのかもしれないなと思うことによって結構答えが見えてくると。 いうことでございましたこれからもね山根さんの独特の発信「泡クランレンジャー」とかねありますけどもああいうシリーズも込みでですね、えー、楽しんでいっていただきたいと思いますそしてですね YouTube に関しましてはこれあの楽しみでやってる面もありますけどもやっぱりね収入に変えたいというところもあると思うんですよですからそちらの方もしっかりと進めていこうかと思いますんで、えー、YouTube のねシリーズを そろそろまた始めていこうかと思いますのでそちらの方もご覧ください、えー、それでは皆さんね YouTube で既得権益をぶっ壊すそれでは失礼します